することでほぐすことができ、肩こり、腰痛などの解消につながるといいます。トレーニングのやり方は筋肉が伸びやすいポイントにグリップと呼ばれる筒状の道具で圧をかけて筋膜を伸ばしていく。条例、健康について批判もございました。社会のために頑張るというこの志は一言も曲げたことはありません。私の政治生活は一貫して公のために身を捧げていくつもりでございます。上田氏は67歳。民主党などから衆院選挙に3回連続で当選した後、平成15年の知事選挙で初当選しました。投票率は 26.63% で、知事選挙としては全国最低となった前回で 1.74 ポイントを上回りました。日本航空の機内機が墜落し、520人が犠牲となったことから、今年は30年。事故と向き合い続けてきた人たちの今を、京都は素晴らしいです。墜落現場の群馬県上野村にある観光施設の展示棟が発射され、おととい撮影されました。事故の記憶を語り込もうと、捜索や救助などに関わった村の人たちの活動の記録が。救出の様子を捉えた1枚の写真。写っているのは上野村の消防。ちょっと感じてます。これは南極に触らないようにして、
電気計算できる。で、ここでエネルギーが電気計算できる。